いや、向こうの、あの、文字があったからさ、ら今日も、なんかね、いきなり向こうから LINE 来て、加藤さん、ペットショップに花ちゃんがいましたわー、みたいな感じで、子犬のね、まあ、トイプードルイ飛ぶじゃない、あのー、ポメラニアンの写真送られてきた、あいつなんか犬飼うんじゃねえからって、多分あいつ犬飼うと思うので、そのうち。俺でも向こうが犬飼ったら、うちさ、オスもメスもいるじゃん、モこうが犬飼ったらおかすから、俺のうちの犬で。 メスかったら妊娠させるし、オスかったら、どちらにせよ犯す。うちの犬で。俺本当にそういういことするからね。放送には載せないけど、向こうの犬を犯しに行く。うちの犬で。後輩させる。後輩。 あいつ犬飼おうとしてんだよ。だ俺飼ってやるっつって。だからあいつが今多分ワンルーム住んでるから、向こうよりでかい、あのダルビッシュが飼ってる犬を、俺、どう思うみんなその後輩へのプレゼント。あいつには世話になってるからさ、俺ダルビッシュが飼ってる犬をさ、向こうにあげようと思うんだけどさ、どうかなマジで。あいつに内緒でプレゼントで。プレゼント企画。ガチでどう思うダルビッシュが飼ってる向こうよりでかい犬を、 都内、都内に住んでるか,どうか分かんないけど、都内の攻めワンルームで飼ってもらおうと思ってんだけど。PS4 よりでかい運行すしてるんだぞ、ドーンつって。ハムスターとか2、なんか2日ともたないだろうな、殺されるだろうな。ピットブルだっけ、ピットブル。買おうかなと思ってます。気持ちの大きさこれが。 グロンズ死ぬだろうなグロンズだかグンロンズだか分かんないけど俺飼う気ないけどペットショップ犬見に行くやまあそっか俺も知ってたな別に特に飼うつもりはないけど癒されに行くみたいなね確かにそうかもしれない確かに 俺ののしで測りすぎていいたのかもしれないこの世の中を曲がった世の中を量りすぎていたのかもしれないなピットブルは世界一頭の悪い犬と知られ飼い主を部外者と思って食い殺してしまうことがよくあります買う。

すごい不謹慎だけど、俺絶対生放送中に、モコが俺の飼った犬に食い殺されたら、放送では悲しい、振りするけど、その、最中めっちゃ笑うわ。おいモコが犬に、犬に食い殺されてんぞつって。友達には電話するだろうな。おい、見てくれよって。俺のあげた犬でよモコが食い殺されちゃったって。ただパフォーマンスとして、 泣きながら謝罪会見するのだろうな。ほんとすいませんでした。僕の不注意。で、まさかこんなことになるなんて思わなかったんで。